はオペラじゃないから歌いはしないけど、台湾は歌っていうこう言葉を歌で出すんだね。交際シーンって知らなかったのか。知らなかった。下面一点，小心点。爱情。哎呦。OK。OK。哎，那你们走了。嗯。小心点，过来你们怎么带？哎呀，阿姐姐赶紧忙点了。大丈夫，姐姐，大丈夫呢？大丈夫的。大丈夫，大丈夫。那私十一時出るだから。嗯嗯。ね、なんか行ってらっしゃい。もう少しいるの？じゃあ。はい、いいよ、持ってる。うん。じゃあ私は美容室行くけど、いや見えないじゃん、うん、あなたこっち。それはい。行って。いいよ、凛ちゃん、こんなとこに乗ったってしょうがないじゃん。出て、で、私、あと10分で行く。はい。ね、じゃあね、行ってらっしゃい。はい、バイバイ。荷物重いから、ちょっと待ってて。うん、じゃあね、バイバイ。バイバイ。あとよ、おじいちゃん乗ってあげるよ。68歳日本人おじいちゃんと、21歳2体ハーフ孫による、1日東京旅行、スタートすごい混んでる、何これ。寿司三昧知ってるだろ。寿司三昧って知らない？わかんない。あのほら、お正月こんな太った社長が出てきて何億円で初マグロを落としたとかさ、やって、知らないか。あ、この人か、あの太っちょ。あれか。へあ、すごい羽通れんな、うん、マグロで、こういうとこも食べさせてくれるよ。うーん、あ、食べられるようになってる。うーん、あ、こうやってやるの。築地の方行きたいな。あ、そうなの。築地の市場と違うから。こっち？うん。外側からじゃあ見よう。外側から。ああ、分かった。听到中文，一定有台湾的。はい、どうも皆さん、こんにちは、リンです。よい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 よ、今天是東京旅行第三天でございます。第三天我要跟吉吉两个人一起逛这个东京，然后我现在来到了这边是築地でございます。我今天第一次来到築地，楽しみでございます。 OK、 じゃあジジと行くぜ。 Let's go。 ジジは何回もここ来たことある？うん、何回もっていうか、まあ知ってるよ。仕事してたところが近くだったから。すごい。お願いしております。いかがでしょうか？これじゃない？あ、これだ。この卵焼きが今流行ってるんで、若者の間。あ、そう。そう。まあ、しょうがない、並ぶしかない。だからこれ食べたい。やば。じゃあ、ジジその辺にちょっと食べたりしていいよ。あ、わかった。じゃあ、リン並んでる。あ。こちらの卵焼き店、日曜日は定休日などで注意。礼拜天、没有再开哦。哇塞、这边全部都是人。你看。やば。はい、どうぞ。ちょっと150。はい、どうぞ。うん、OK、行きましょう。卵焼きですよ。卵焼きじゃん、すえ。口に刺さってるの。もう面白い。じゃあ、いただきます。うまっ。うまっ。うまい。表面はね、ちょっと固めですね。うん、てか全体的にちょっと固めで、甘い。とにかく超甘い、すごい。甘い卵焼きが好きな人はね、絶対大好き。卵焼きやばい、超うまい。もうね、ずっとこれ TikTok で流れててさ、ずっと気になってたの。终于吃到了，好开心。那个最后再买啊。痛い痛
食べた食べた、美味しかった。これ卵焼き甘いだろ。卵焼きすごい甘い甘いのダメなんで。あ、そうなんだ。塩系、そっち系だから。あ、そうなんだ。では甘い、食べたい。まだね、まだお腹空いてる。まだまだお腹空いてるよね。あれは本当に食べるなら向こうにいくらでもあるんだけど、これ食べ歩きの方が動画にはなるよね。食べ歩きがいい。シューマイと、あ、じゃあシューマイと、うん、シューマイ、それとこれ1000円。あ、5個の5個入りね。うん、あったかい、あったかい方がいいな。え、あったかいの持ってくの。うん、ここで今食べたいんですけど。5個、うん、あ、いいよ、うん、5個も食べる、1人1個でいい。あ、こう大きいんだ、こんな大きいんだ。2つでいいです。あ、いいよ、申し訳ないですね。全然大丈夫。どうぞ。こんな大きいんだね。でかいね。でかいね。あ、じゃあちょっと安心でかい。ありがとう。どこで？どうぞ。ここで食べれる。ダンプリン。ミートパン。ミートパン、ダンプリン。どう？美味しい。お太鼓へ。あ、置いといていいよ。はい、やるよ。ありがとうございます。テーブルで寝ていい。うん、好吃だな。あったかい。時間見たら。哇，这边有好多店哦。看，哇，然后Gigi还有帮我买一个这个，那个さつま揚げっていうらしいです。嗯，很像台湾的天ぷら。台湾那个里面有菜，还有虾虾。歌舞伎はオペラじゃないから歌いはしないけど、台湾は歌っていう方が、言葉を歌で出すのね。交際しって知らなかったのか。知らなかった。あ、すごい。卵焼き。この辺がお弁当屋が多い。うわー、見てこれ。这个是歌舞伎のさ、あの座、なんていうのかな、歌舞伎の舞台です。そこが一番最初にマクドナルド始めたんで。日本で。三越に茶色いところで一番最初にマクドナルドを見せました。大体50年ぐらい前かな。最近なんだね。まあ最近だよ。ああ、これよく見る、うん、ああ、これか、うん、ここにいるんだ今。そうだ、うん、これね、有名。マックはデパートだけど成功とかね。ああ、これか。ライオンがマスクしてる。あ、本当だ、ライオンがマスクしてる。これ三越の、ね、何これ。三越の銀座して。面白い。どんだけでかいマスク作ったのこれ。パオしちゃう、すぐ。ハロー。私はこのところにマクドナルドの一番最初のところは、うん、ここにあったんだ。50年ぐらい前に。今デパートになっちゃった。デパートってもともとデパートだよ。三越のとこ借りてたんだよ。あ、そうなの。借りてやってたんだよ。食べるとこは今みたいになくてね、買うだけでこの辺で歩きながら食べてた。
ここ駅に繋がってるの、うん、駅、うん、そうだよ、これ駅のガード下だ、昔はさ、こういうところはさ、あの、まあ、親父が飲む居酒屋みたいなのがいっぱいあったの、今こんなおしゃれなんですよ、おしゃれになっちゃったよ、ジジイもあんまりほら、ね、少ないジジイも少ないジジイもみんなジジイ、まあ、若い人がね、これからおしゃれた店にならないと